台中公園は、台中式宅、台中駅近くにある公園、中山公園とも呼ばれる。開園は1903年10月28日。それ以前は、湿地、竹林及び、墓場が混在する雑多なエリアであったが、日本による、統治下において、公園として整備された。総面積は26,140坪で、うち、池は4,160坪といい、 基本設計としては、西洋式でありながら、園内に日本庭園も備え、池、灯籠や滝石組などが配置された。1908年、縦貫鉄道開通の祝賀会場となった際に、現地を訪れた、官員の都と日と新のための休憩所として、池の上に浮かぶ30坪ほどの古神庭という建物が建設された。何度か修復を繰り返し、 その度に姿を変えているが、現在の姿が最も建設当時の姿に近いとされている。1914年2月25日、板垣大輔が台湾議会設率のため林剣道の招きによって、包帯の際に桜、幼児を記念植樹している。古神亭は1999年4月17日に一さだ古跡として認定されている。 体中神社の遺構他の名物としては、丘の上にある持月邸というベンチ付きの休憩所的な場所があり、新潮時代の建築を移築して屋根としている。そこにかかる変額も新朝時代のもので曲奏、迎え紙とある。これは音楽で災いをなす礼などを沈めたという故事に由来する。かつてあった体中神社の遺構も残っているが、本殿後に孔子像が立っていたり、 倒壊した鳥居がそのまま保存されていたりという状態である。ありがとうございます。